社会席料理教室高菜庵の三山です。一人でお茶事ができるようになるコース、こちらの炉のコース4回目は2月ダイロになります。ダイロはフラセン家の特徴ですね。とても寒い時ですので炉が大きくなって、最も寒い時の献立という括りがあります。ですが実際に作りやすい献立を考えてみました。お魚ばかりではなくってお肉も使った梅椀という5種類の具で成り立つ煮物椀があります。こちらも献立をお客様に説明ができるという楽しみがありますね。皆さんのお好みの具材を5種類揃えて作ることも可能ですよ。さらにお菓子は道明寺で作る電子レンジで簡単な雪餅、そして雪餅のような雪うさぎ、雪の何でしょう、降った時に作る塊のような雪うさぎですかね。そしてもう一つが椿餅、これは本当に歴史が深い、語ると長くなりますが、こういった電子レンジのお菓子を作ります。ですから一つのレシピでバリエーションが効くというのが高菜庵の特徴です。さらに電子レンジで作れますので本当に短い時間でできるんです。しかもこれがこの茶事の趣向にぴったり合っているというところが嬉しいでしょう。さらにですね、こういったことを和の形、和の歴史を座学でも学んでいただきます。それがこの実習につながっていただきますので、自然にそういった座学の内容も身につけていただけると思います。マンツーマンの講習のように実習いたしますので、ぜひ皆さんこの6ヶ月のコース、参加して私と一緒にお稽古をしてみてください。よろしくお願いいたします。